こんにちは。大家さん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 建物を法人名義、土地を個人名義でアパート購入できるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問です。個人所有しているアパートを売却して現金が入ってきました。このお金を元手に一部融資を使って次のアパートを買う場合、建物を法人名義で、土地を個人名義で購入することはできるのでしょうか。お答え内容になります。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきた大家さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、 こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では勝手の方に行きたいと思います。土地をですね、個人名義、建物を法人名義で購入することでですね、家賃収入を全部法人にですね、するということはできますよということになります。これによってですね、個人の所得が大きくならない効果、所得税対策とですね、さらに個人にですね、お金が貯まっていかない効果、これ貯まっていくとですね、そこに対して相続税が将来的にかかってきてしまいますので、相続税を減らすというところでの相続税対策、両方ありますよというものになるわけです。もちろんですね、借地権の問題がありますので、土地の無償返還に関する届け出っていうのは税務署に出さなければいけませんけれども、こういった効果があるわけですね。でさらに個人の年齢がですね、若ければ若いほど効果が積み上がっていく。特に相続税対策でいうと効果が積み上がっていくということになりますので、非常に有効かなというふうには思います。ですから、土地を個人で、建物を法人名義で購入することは理論上では可能かなというところですね。でただ課題はですね、土地の資金になってくるかなと思います。融資を使わずにですね、全部自己資金で、手元にある現金で土地購入ができるのであれば、これは全く問題はないかなというふうには思います。法人の融資についてはですね、その土地をですね、担保に提供すればですね、もうおそらく融資がつくんじゃないかなと思いますので、自己資金で土地を購入できればですね、そこはそんなに問題かな、ないかなというふうには思います。ただしですね、土地購入代金について、一部融資を使う場合には、もしかしたら難しくなる可能性があるかなと。いうふうには思います。ちょっと資金が足りなくてですね、土地の分も融資を受けるとなると、ちょっと難しくなるかもしれないなと思います。なぜかというと、土地が個人でですね、建物が法人の場合には、家賃収入、法人の方に帰属してしまうわけですよね。法人の方に帰属してしまう。そうすると、個人のですね、土地は個人で買ってますから、個人の借り入れ返済がどうやってするんですかということでですね、銀行さんにですね、問い立たされるということになるわけです。返済原資がないわけですよね。あくまでも家賃収入とですね、返済原資があってこそ融資をしてもらえる。でも土地に関してね、土地しか持ってないと、返済原資どこから、あるんですかというところになるわけです。で、こちらについてはですね、法人から地代を払う。地代を払うことで返済が可能かもしれません。可能かもしれませんけれども、これ多くの地代をですね、払うという設定をしてしまうとですね、所得税が高くなっちゃうんですよね。その地代というのがですね、不動産所得という形で、所得税、住民税がかかってきてしまいます。それで返済できればいいんですけども、逆に言うと所得税とかですね、住民税が高くなってしまう。そうすると、せっかくで法人でですね、やって、節税効果をですね、測ろうとしても、それが意味をなさなくなってしまうという可能性があるということになるわけです。ですから、こういった場合ですね、返済方法と所得税対策をちゃんと設計できているかどうか、ここを検証していただきたいなと。そこがちゃんとしっかりとできるという上でですね、そのようなですね、土地を個人で建物法人という形にしていただければなというふうに思います。